さすが、さすが、さすが DJ 大輝。それではよろしいでしょうか。本日の OSY クルーバトル、果たして勝者はどちらでしょうか。ドラムロールお願いします。それでは本日の優勝チームはこのチーム。皆さんに授与されます。本日の粗品ですが、先ほどの、技検定バトル、そして、1位3位を出されたね、ハッピーターンとそんな形もありましたが、本日の優勝賞品はとんでもない粗品が届きました。優勝賞金3万円ゲット。そしてこの OSY の兄弟イベントであります、こちらゆうしくんが司会じゃないね、オーガナイズしておりますイベント、 NSY でしたっけ。はい、NSY から協賛をいただきまして商品が来ております。僕のこの間のイベント NSY で使ったバトル音源、ニュースクールの曲が入ってるので、よかったら聴いてください。で、僕にオールドスクールの曲をください。おめでとうございます。2位になんと副賞があるそうです。2位の方々どうぞ立ってください。SSB クルー、それでは果たして商品は、NSY っていうイベントをやってヒップホップのバトルイベントを同じような話を伝えていて、で、今日協賛ぜひしたいということで、この間僕 その NSY で使ったバトル音源のシーン同じじゃねえかよ。ニュースクールが3枚僕にオールドスクールとご視聴ください。おめでとうございます。まあね、クルーバトル今回最大6人ということでね、ありました。一応6枚あったんですが、3枚3枚でご視聴でね、よろしかったですか。あ、そして副賞でミックスピーとホームパイがプレゼントされます。おめでとうございます。まずはじゃあ、ハヤト君から本日の総評をお願いします。いや、まあ、普通の選択程度。今日お疲れ様でした。選択ぐらいは、はい、そうですね、なんかいろんなスタイルとかがあって、すごい楽しい企画でもらって、多分、次また呼んでます。お願いします。チェンジで、はい、はい、ではお疲れ様でした。はい、今回クルーバトルなんで、やっぱこうチームのバランスっていうか、こうクルー感っていうのもやっぱりすごい見させていただいたんですけれど、その本戦上がれなくても、やっぱそのチームの中で、あ、この子のノリすごいいいなっていう子は本当に飛び飛びきました。で、ベスト8、ベスト4からもう本当になんかすごいいいバトルが本当にいっぱいで、なんかやりました。ぶっちゃけね、最初の6チームが決まって、で1チームはニュースクールのね、ゆうし君たちがね、まあ満場一致でちょっと喋らせて決まって、であと1チームどうしようの最後の1チームだったんですよ。でそっからもう本当に多分毎週水曜日 SSB で遊んだりしてる中なの。そうでもないの？ SSB 行ったことある人？
はい、ソウルソニックブギーすごいクラブでね、あのすごい踊れてね、いろんな DJ の人とオークションの人も遊びに来てるんですね。すごいいい環境でこう仲間でクルーでこうダンスを楽しんでるんだなっていうのが本当になんか回を重ねることに出てきてよかったです。優勝おめでとうございます。最初来るって言った時も絶対来るなって言ってたんですけど、本当にキアラいただいてありがとうございます。見てよこれ、これね、あのトイザラスでね買ったんだって。たった一人でトイザラスって散々選んでやっと一個だけなんかサイズのものを見つけたんですよ。かわいい。ごめんなさい、なんか投票でも何でもすいません。あのちょっと一つ残念なことが、ちょっと名古屋での活躍がちょっとここちょっと見たかったなと。あのボスたちたちもすごい良かったです。他の子たちももっと頑張り続けてください。はい、私も頑張ります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。僕はいつも大阪にいてるんで、あんまりこの関東のシーンで見たことないんですけど、あの中部です、ここは東海です。バカってことが分かりましたね。今日実はその関東で関東で、あ、そういうことね。そうそうそう、あ、賢い。あんまり大阪ってなんか見れないなんかスタイルが多いなっていうのはちょっと思って、で逆にちょっと気になったのが、これはスタイルだから別にそれは人の自由でいいけど、ロッキーのなんか基本のムーブ的なものがちょっとなんか、そこじゃないところが上手い人が多かったなという気がしたんで、なんかいろんなダンスを絶対混ぜた方がいいし、アクロバットもできた方がいいけど、なんか誰が見ても分かるなんかロッキーの部分がもうちょっと上手いと、なんか見ててなんかもっとグッとくるかなっていう。個人的にクルーバトルやから、あのクルーのまとまってる方を評価したんですけど、僕は見聞クルー、見聞クルーの、女の子が一人いて、その子が個人的に見てて一番なんかロッキーのムーブでなんかっぽいなっていうのを思ったんで、まあ多分あんまり何やろ覚えてない人もいるかもけど、僕はめっちゃそれが響いたんで、確かに足も大切だけどなんか上があっても足かなっていう気もするんで、ちょっとそういうのもなんかやってもらえると良くなるかなと思いました。このクルーは、まあ、あれですね、まあ、僕も最近ちょっと気をつけてるんですけど、結構基本めっちゃ真面目なんで、やっぱふざけた方がいい踊りになるんやなっていうのも、あれですね、まあ、若い子一生懸命やった方がいいけど、ちょっと年を重ねてきた人が、ここを目指してやってもらった。今回の、参加チームでですね、ビアバップクルーがもう全くジャンルが違うのにこういう場にね、出てきてくれるのは非常にありがたいです。なのでね、NSY オールドスクールでもぜひ出てください。こんなん全然ね、出なきゃいかんね、これ出るぞ。固くオールドスクールは横つながりがどうのじゃなくて、どんどんね、ジャンル別で外に出ていった方がいいで、ぜひとも皆さんそういった形で外に出て楽しむことも非常に大事だと思います。さあそれで、これで僕は締めますので、最後は森安先生にお願いします。なんとちょっと今日短パン短いですけどお願いします。森安みなさんお疲れ様でした。はい、本当に出演者、お客さん、ゲスト、ジャッジ、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。やり始めた目的が、まあ、僕結構県外コンテストも好きなんでガツガツ攻めていくんですけど、やっていく途中で何で踊ってるのかよくわからなくなる時があって、その時にやっぱりこう、なんていうの、自分の仲間クルーとかと一緒に踊る楽しさで、やっぱりそこでだから踊ってるんだなっていうのを、まあ、思い出すために始めたイベントだったんで、で、まあ、今日いろんなクルーが見れて、その合わせだけじゃないけど気持ち合わせたりとかそういった部分、まあ、見れてないのが良かったなと。で、今回本当
東京から山梨から静岡から長野から大阪からもみんな集まってくれて本当にありがたいなと思っていて、本当にみんなももっと県外とか出てみんな優しいんで相手してくれると思うんで、自分の力で出てって自分でつながっていって自分の道を切り替えていけばいいと思います。というわけでまたやると思うんで、その時はぜひご参加ください。ありがとうございました。優勝チームおめでとうございました。本日出てくれた皆さんお疲れ様でした。でパイナップルスタジオを出してくれましてありがとうございます。さあ最後はですね、レッツ、僕のレッツ、皆さんのゴーでですね打ち上げの方もありたいと思います。やはりねダンサーというのは非常に出たがりなのに恥ずかしがり屋ということですが、あの酒の力を借りて今日は皆さんとことん語ろうじゃありませんか。皆さんで参りましょうか。僕の礼儀皆さんの方。さあそれでは皆さんお疲れ様でした。世界の世界の山ちゃん女子大展へレッツゴー。お疲れ様でした。これでラスト。